10年間多分見た目で一番分かりやすく変わったのは私かなと思います。次は何色とかあるの？次はでもいやまだやったことない色、なんか黄緑とか黄色とか、うん、でもなんかちょっと明るめなカラーは、うん、はい、引き続き挑戦してみたいなと思うけど、スーパーサイヤ人みたいな、あ、そうだね、まさに香港のファンの皆さんってすごい長くファンでいてくれるので、もうメジャーデビューの時から知ってくれて今も来てくれてる人もいると思うし、なんか空港でももう去年というか前回もいたなっていう子たちもすごい迎えてくれたりするので、それすごい嬉しいですね。安心感あるね、うん、もうライブも本当に毎回すごくこうなんか熱狂的で盛り上がってくれる香港だから、やっぱハニーを持って回る海外のツアーでなんか本当に最初に行けてめちゃくちゃ安心感あるし、めちゃめちゃ少ないですね、はい、なんかちゃんと探したらやっぱいるんですけど、まあ、十何年続くみたいなガールズバンドがなかなかいなくって、うん、でもそれも自分たちがやってるからこそ続ける難しさみたいなものもちゃんと分かってて、うん、そうですね、だから難しいんですけど、ちゃんと自分たちは自分たちのやり方でできるだけ長く音楽続けられたらいいなっていうふうには思ってます。今着てるのは今日本でフィードバックっていうアパレルを4人でやってて、うん、音楽以外に洋服も作ってるんですけど、でそれ可愛いのできたので着ちゃいました衣装で、はい、使ってます。日本は違う衣装でやってたんですけど、うん、ハニーのアジアツアーはこのセットアップでやろうと思ってます。うん、年齢とともにナチュラルに変化してきたなって思うんですけど、うん、10年後もお揃いやとは思ってそういろんな時期があって、ね、そうじゃない時期もあったんですけど、そう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 、一周回ってまたこういう感じになりました、ね、なんとなく5年ごとに大きい変身の時期があって、なんか最初は制服でやってて、でその後ちょっと古着っぽいアメカジみたいなテイストの時が5年ぐらい続いて、でまたこれが大きい変換の時期なんですよね。ちょうどこっからまたどうなっていくのか楽しみです、ね、いやなんか10年前はちゃめちゃだったよね。そうだから10年前にしか出せない勢いもあれば、ね、でもちょっとした恥ずかしさもやっぱ今見ると、うん、自分やからな、なかなか自分のその10年12年前の映像とかって見るのめっちゃ恥ずかしいんですけど、うんうん、でもその時のエネルギーを常に最大限に出してライブしてるなって自分でも思います。うん、スパイヤー出した時は自分たちをコピーしてくれてる子たちに向けて作ったんですよね。軽音楽部とかで友達とバンドを組んでるみたいな子が初めて買うギターとかベースとかになればいいなと思って、そういうなんだろうな、割とスクワイヤーだとその価格的にも低価格で、学生の子がバイトをして買えるファーストギター、ファーストベースにできるような価格帯だったりもあって、今回そのフェンダージャパンもジャパンとは言いつつ、こういろんな、なんて言うんだろう、メキシコだったり USA だったりとか、なんかこういろんな国の垣根を越えてこうヴィンテージ仕様にしたりとか、自分たちのわがままをいろいろ聞いてくれてカスタムできる一本を作ってくれたので、なんかそれはすごく自分たち弾いててももちろんなんか満足いく一本ができたなと思うし、すごくこうこのタイミングでできたのもいいなと、うん、思ってます。今回のやつはピックアップとかもヴィンテージシリーズを使ってたりとかして、ちょっと丸みのあるサウンドにしましたね。今使ってるアンプがベースマン100っていうアンプで、ちょっと、なんていうのかな、温かみのあるサウンドを出す、なんか音の好みがいつの間にかなんかそういうあったかいものに変わってきてて、なんかそういうものを作りたかったっていうのと、
初めてあのなんていうんですかね、R 指板、あのネックがまっすぐじゃなくてちょっとラウンドしてるようなものにしたんですよ。だからスラップとか今までよりもちょっとやりやすくなるといいなみたいな感じで作りました。